エンド SD40 は1966年1月から1972年7月の間にアメリカの GM エンドが製造した6同軸の電気式ディーゼル機関車である。車体形状はフードユニットであり、軸配置は3軸台車の CC 型である。搭載するディーゼルエンジンの出力は3000馬力である。総計1275両が製造され、 うち883両がアメリカ合衆国、330両がカナダ、62両がメキシコの各鉄道会社に納入された。TFM の SD40 本形式は SD38、SD39、SDP40、SD45 と共通のフレームに V 型16気筒の 645E3 型エンジンを搭載している。 SD38 との違いは、ターボチャージャーの排気煙突があること、ロングフードシャタン部屋根にあるラジエーターのファンが3つある、ことである。SD40 との相違点は、車体が短いために、前後のデッキ部分が広くなっていることである。試作車は、1964年7月に SD35 のフレームを使用して作られた、エンド434号である。 量産車よりも前後に若干短い。ガルフモバイルオハイオ鉄道950号などを経て、現在もイリノイセントラル鉄道及びカナディアンナショナル鉄道の6071号として使用されている。後継車種はダッシュ2の使用を取り入れた SD40 から2である。ありがとうございます。